この後14時5分から新潟アルビレックス BB 戦です。久しぶりに能代での試合になるので、僕の母校である能代工業で育ったので、皆さんに、成長した姿を見せるように頑張ります。そして会場やバスケットライブで応援してください。